¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Japón 4K y el día de hoy vamos a preguntarles a los japoneses qué tanto saben sobre América Latina. Vamos a preguntarles. ¿México es dónde está? ¿Japón? 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 おお、どこでしょう。え、ちょっと詳しくわかる。この辺ですよね、多分メキシコって。ロシア、ここら辺あって、はいはい、メキシコは。え、メキシコ絶対この辺じゃないですか、でも。ちょっと指してみてください。メキシコこの辺ですか。あ、これモンゴルっぽくないですか。え、これ、メキシコ。これですか。はい。ファイナルアンサーですか。はい。お姉さんはどうでしょう。これ。これ、そっち実は、はい、お姉さんの方が近かったです。メキシコってこちらです。めっちゃ近い。アメリカの真下なんですよ。接してます。はいはい。ラテンの人のイメージって、どんなイメージなんでしょうか。常に歌って踊って食べて飲んでみたいな。なるほど。明るいイメージが。幸せじゃないですか。リメンバーミーとかって見ましたか。あ、はいはいはい、それそうか。はい。自分もメキシコ人なんですけれど、うん、初めて見た時に、まあ、本当にメキシコの文化を表してくれた映画だなと思いました。すごい素敵な映画でしたよね。泣きましたか。泣きました。あ、もうさすがに英語で見たんですけど、めちゃめちゃ泣きました。メキシコはどこにあるんでしょうか。メキシコは南米です。南米ですかね。そこですか。ファイナルアンサーですか。ファイナルアンサー。実はメキシコって南米ではなくて北米なんですよ。実はこちらです。あ、残念でした。ラテンの人のイメージってどういったイメージなんですか。先住民のもともといた人かなみたいなイメージ。ああ、でもそうなんですね。例えばマヤ文明とかもそうでしたね。そっか。マヤ文明はやったことあるんですかね、歴史で。あ、ちょっとやりました。やりました。はい。イメージはすごい、陽気でいつも明るいイメージが、何に関してもなんかオープンな感じが、はい、メキシコはどこにあると思いますか。ちょっと指してみてください。なんでしょう。日本がここっすもんね。そうなんですね。こっちこっち。ここ。あ、実はここってアフリカなんですね。メキシコから一番遠いところなんじゃないかなと思います。はい、実はメキシコってこの大きい国なんです。そうなんですね。どこにあると思いますか。こちらでだと思いますか。お姉さんは。あ、じゃ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 。あれ、メキシコこれじゃなかった。こちらですか。はい、正解です。おめでとうございます。さすがです。けれどメキシコってどこにあるか分かりますか。アメリカの下。アメリカの下。ファイナルアンサーですか。イエス。イエス、正解です。はい、おめでとうございます。なかなか分からないんですよ、人は。実は。本当です。そうなんです。さすがです。何か地理とかの勉強とか、よくしてましたか。まあ、小中高寝てました。メキシコはどこにあると思いますか。どこですか。分かりません。分かりません。ここですよね。お兄さんはここだと思うんですね。お姉さんはどこでしょう。え、気をつけ。でも完全に不安になっちゃった俺。こっちでやってたから。同じ。アメリカ。ここです。アメリカでしょ。アメリカになっちゃったね。お兄さん。はい。お兄さん正解です。本当ですか。はい。よかったです。メキシコはちょうどアメリカの真下なんですね。はい。よく南米だと思われがちなんですけど、実は北米なんです。アメリカの近く。アメリカの近く。はい。ちょっと指してみてください。ファイナルアンサーですか。多分そこですか。はい、正解です。おめでとうございます。メキシコはどこにあると思いますか。メキシコどこにあると思う。私に聞かないでよ。メキシコこれだと思った。え、これなの。わかんない。大きいですか。メキシコは比較的大きいですね。大きい。じゃあこの辺で。この辺でよろしいですか。はい、アメリカの真下なんですね。そうです。おめでとうございます。ラテンの人のイメージってどういったイメージなんですか。情熱的。情熱的、はい、ファッションがある。ダンスが上手い。ダンスが上手い。僕メキシコ人なんですけど踊れないんですよ。そうですか。でも確かにそういうイメージがあるかもしれない。明るくて、はい、明るい。楽器を演奏してるイメージ。ギターとかですか。はい、カウボーイとか、ああいう居酒屋とかはいはい、で飲んでるイメージが強いから、ウェーイみたいな感じで、はい、あー、どっちもすごく近いです。実はメキシコってこの大きい国なんですよ。アメリカの真下です。ラテンの人に対する印象ってどんな印象なんですか。明るくてこうなんか陽気なイメージ。陽気なイメージ。そのラテンなんかプエルトリコとか、イエイイエイみたいな感じ、そういう感じのイメージです。あ、そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。めちゃくちゃ明るいイメージなんですけど、すごい雑ですけど、はい、明
明るい感じ。Amigos, gracias por ver hasta el final del video. Nos vemos en el siguiente episodio de Japón 4K, porque les voy a estar grabando más videos sobre la vida japonesa y sobre, bueno, el anime en Japón. Así que nos vemos en el siguiente videito. Chao, chao.